さん、おはようございます。本日ですね、ゴールデンウィーク入ったということで、ロッカーに決まり？は？え？なんでロッカー？なんでロッカーこんなみんな何もないんですか？なにこれ？なんかロッカーに事件が起きてます。こっち側は、誰？うってつけてる。真っ青な状態がなんか、珍しい。ここ、ヒルさんのロッカーじゃない？ちょっと待って、まずは自分のから見ていきましょう。俺はこんなロッカーだったんだ。ね。こんなロッカー使ってたみたいです。で、ヒルさんかなってのに。ヒルさん、あ、え、うぅ。なんかボールの上乗ってる。ヒルさんなんかボールの上乗ってる。かわいい。しかも上にあるこのタコとかイカとかのキーホルダーしっかり綺麗になってるね。てかすごいスッキリしてていいな、ヒルさんのロッカー。かわいいこれ。かわいいですね。イカ数押しときますか。すげえ、なんか俺のと比べるとちょっとヒルさんの方がクオリティ高い気がします。ただ、この先のロッカーがですよ。この先のロッカー全部真っさらなんですよ。狙われたのかな、なんか。怖い。怖いな。一応見ていこうか。シズさん。見て。真っ黒。真っ黒ですね。イカスしときましょう。てか待ってさ、みんななんでさ、ロッカー何もないの？これ。これ猫にゃんさ、みんなロッカー何もないぞ。しかもみんな綺麗にしっかり入れられてんだよね。ほら。バイト大好きな人だよ。あ、もう何も入ってないし。このキャラクター何も入っていない。綺麗だ。ピンクで統一してますもんね、これね。みんなね、あ、リッター大好きなんだな。ってのがわかる。これは、詰め込んだのかな。おい、上に敷き詰めるな、どっちかって言ったら下だろう。あー、いい。あー、なんか、鮭に乗ってる人がまたがってる。こういうこともできるんだよ、ムスカ大佐。お人の名前のが面白いかもしれない。あ、ここでマッサラ状態終わっちゃったね。あ、なんだあれは銀のやつ。あ、ホコも置いてあるし。うん。いい。いいですね。みんながいいですね。一応こっちも見ますか。いいですね。みんな綺麗なロッカー、心、あー。今、ロッカー変えてる途中なのかな？真っ青だ。で、これ欲しい。俺もこのさ、なんか、海外のキャラクターみたいな真ん中のね。欲しいなぁ。うって書いてる。この人も使ってるぞ。船に乗ってるね。いいね。イカスしとくか。まあ、でも、もうすごい歪な風景なんですけど、やっぱりヒレオさんのロッカー。これ、ちょっとセンスあるの？面白いですね。俺もちょっと、こんなロッカー作れたらいいなと思うので、ロッカー更新してみようかな。はい。ということで、今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。